師匠の外回りですよ。ゴーストワード、師匠の外回り、穴橋のアップからスタート。師匠の外回りから、半田橋からスタートです。2つ目の4人バトル、乱入対戦。釜山の遠征です。2-1 スタート。1位あのレグラさん、2位アルサンギじゃなくて2位アルサンギ、3位はコスモ、4位はあのインプレッサーですよね。それからあと最初の武器店ですけど、おここで事故あった。江戸橋赤いコーナーで、あー GRB ロケットですね。それから2位までレグラさん、アルサンギョンが2位、アルサンギが3位、コスモが4位ですよ。それから、京橋の後で汐留に入る、あぶちかりました。壁と、アザーカーにぶちかりました。それから汐留じゃなくて銀座です。銀座の左と右コーナー、なんか喧嘩があったんですが、それからミスしたんですよ。汐留トンネル、あとミストした。それから汐留分岐点です。汐留ジャンクションから後でどこを選ぶのか、分岐点浜崎橋、それから汐留の外回り、アルサンギョやっぱ強い。1位レグナーアルサンギョ、2位アルサンギですよ。それから芝公園、ミスはあるのかどうか、ミスはないよね。いきなり外からインプレッサーが来た。それからいくらか、なんかラインを守っているレグラーのアルサンギョン、ぴったりついてくるインプレッサーです。イクラトンネルの後、イクラダクション、なんかラインを牽制しているそうです。それから、霞ヶ関トンネル、リストしたが、内から、ラインが変わった。順位変動が多いすぎですね。今1位はコスモ、2位はアルサン、4位はアルサン、4位はインプレッサーです。それから塩浦トンネル、ここはまだチャンスがあるんですよ。残り6キロ。それから赤いコーナーで、ラインが下だら、竹橋で残り5キロです。あと分岐点、もう地上の外回りは1回り前橋、まあ、シオンの外回りを回っている。残り 3.7 キロ、スタート地点に戻った。また分岐点、それから江戸橋から、ここでシオンの外回りですか、最後の江戸橋、赤いコーナーで正念場です。おお、やっぱりアルサニーいいですよ。次京橋ジャンクション、分岐点は潮の外ですよね。潮の目の前に終わるつもりです。銀座で終わるつもり。おビストした。お外から、外から、残念です。おここで、さあ料理まで、何、銀座正念場ですけど、ここで、いいよ、まずいよ。インプレッサー1位